21番地から東、ストイフェサントストリートはニューヨーク市マンハッタン区イーストビレッジを走る通りである。この通りはマンハッタンでも最古の通りの一つである。8丁目の少し北の3番街から9丁目を交差し、2番街付近の10丁目まで2ブロック弱を対角線方向に走っている。東向きへの一方通行である。この通りの大部分は セントマークス歴史地区に含まれる。この通りはマンハッタンの5番目上の通りに対して斜めに走っているが、実際はこの通りは地理的におおよそ真の東西方向に走るマンハッタンでも数少ない通りのうちの一つである。他の通常のマンハッタンの5番目上の通りは西側が北へ28.9度傾いている。ストイフェサントストリートはもともと 現在の4番街にあたるバワリーロードからピーター・ストイフェさんとのマナーハウスまでストイフェさんとの農場を抜けて東に走る通りであった。このマナーハウスは1778年10月に消失しストイフェさんと一家は残った墓地と礼拝堂を売却した。その土地は現在のバワリーのセントマークス教会の側であった。18世紀及び19世紀のほとんどの間。 ストイフェサントストリートは重要な幹線道路かつ露天使の並ぶ通りであったが、現在では一戸建て住宅と共同住宅が並ぶ古びた通りとなっている。また、ここではよく古きニューヨークを撮影するための映画撮影が行われる。この通りの北側のほとんど及び南側の一部はニューヨーク市歴史建造物保存委員会によって、 セントマークス協会周辺の地区を保存するために1969年に創設されたセントマークス歴史地区に含まれている。さらに、ストイフェサントストリート21番地に所在する、ストイフェサントフィッシュハウスとしても知られている、ハミルトンフィッシュハウスは、ニューヨーク市歴史建造物に登録されており、クーパーユニオンが所有し、その学長がそこに住んでいる。 1811年委員会計画によって、マンハッタンの通りは厳密な5番目以上に整備されたが、ストイフェサントストリートは例外として残された。20世紀に入り、この通りはかつては、東はセントマークス教会の前を通り2番街まで走っていた。しかし、ちょうどこの教会の正面にあたる10丁目と2番街の間の区間は現在は、アベレーベボールパークとなっている。 辺りの通りを5番目上に整備する都合上、1938年に公共事業促進局によって、この小さな区画はシッティングエリアに転換され、セントマークス公園と名付けられた。しかし、1970年代になって、不衛生でドラッグの蔓延するエリアとなった。第10代スタイバセントストリートブロックアソシエーションの会長であったマリリン・アップルバーグは、 ここは、ニューヨーク市公園局の援助のもとにあり、良い状態に保たれている必要があることを決意した。1980年になって、彼女は、近隣のセカンドアベニューデビルのオーナーである、ベス・フラッセル及びアベ・レーベ・ボールと共に、この公園を保護するための単眼運動を始めた。1996年3月4日、レーベ・ボールはこの公園近くの銀行で取引をしている際に、 銃撃され殺害された。同年、この公園は長らく待ち望まれた、改修工事が公園局によって実施された。アップルバーグはこの公園を、犠牲になったレーベーボールを称えるため彼の名前を、関するよう運動し、同意を勝ち取った。3番街と4番街の間を走っていた区間は、1ブロック丸ごとクーパーユニオンの45フォース。 アベニューというビルが1960年に建てられたが、2014年に新たに51アストルプレイスというビルが建設された。このビルの正面のかつての通りにあたる区画はシッティングエリアとして整備されている。ありがとうございます。